コンフェデレーション橋はノーサンバーランド海峡を横断し、カナダ本土とプリンスエドワード島を結ぶ橋。1997年に完成した。全長1 2 9キロメートル、2車線通行。カナダでは最長。冬に海面が凍結する地域では世界でも最長の橋である。通行量は島から出るときのみ徴収される。 現在の乗用車料金は47.00カナダドル、オートバイ料金は18.25カナダドル。歩行者と自転車は立ち入りを禁止されているが、シャトルバスに乗ることができる。プリンスエドワード島側からの眺めこの橋は、2車線の有料道路であり、プリンスエドワード島とニューブランズウィックを結ぶ、トランスカナダハイウェイになっている。この橋は44のスパンのある、 ポストテンションコンクリートのボックスガーナ橋である。湾曲しており、多くの部分は水面上40メートルの高さがあるが、一部は船舶交通のために高さ60メートルになっている。幅は11メートルで、橋上の最高制限速度は時速80キロメートルである。橋を渡り切るのに約10分かかる。ありがとうございます。